はじめまして、グレーマーさん。ジャーナリストの甲斐士然です。一年戦争当時、ジオン航空部隊には実に多くのエースパイロットたちがいた。その中でも最も有名な兵でありながら最も謎に包まれた人物がいる。シンクの稲妻ことジョニー・ライデンについてです。あの戦争で私たちジオンは何もかも失いました。最強のエース部隊を犠牲にしてまで隠したかったものとは何です？話していただけますね。キマイラ隊とジョニー・ライデンの真実を。